まずは柏木あかを演じました吉高由里子さんです、はい、皆さんこんばんはおお、すごい大きいところで入ってきた瞬間びっくりしてまたこうやって皆さんの前でこ,うこの三人でこの映画のことをお話しする時間があってとても幸せです今日はよろしくお願いしますありがとうございますさて、えー、君の名だひとローガナチュでございますけれども SNS 上では2回見ることを2類5回見ることを5類とこれあの、ルイさんの名前が単位になってるんですけどもいいや、嬉しいです、はい、で、すスタッフが調べたところ、はい、現在、類目が最高だそうですう嘘でしょ <laughs> いや嘘でしょって感じですよね、ね本当にもうセリフ全部言えるね、る誰よりも上手に演じられそうな 2>, です、ね、2類以上の方、手を挙げてください。

あ、いなかったね。や、めてよ。<ー>いや,いや、別に、あの、いたからか、いや、何か。え、今、え、今ですよ。あ、いた。すごい。すごい,すごい。ごめん、何もあげるもの用意してなかった。<laughs> ありがとうございます。すごい。それぐらい、皆さん、愛してくださってます。この作品を。ありがとうございます。ですから、S. N. 上では、もう単なる感想ではなく。美術や小道具まで、細かいところまで感想が述べられているわけでして。そこで、今日はですね、まあ、主演のお二人も、知らないんだなという。 観客の皆さんが指摘します。マニアックチェックポイント君の目の超コアな見どころ検証をこれから行いたいと思います。<laughs> すごい最初にこちらのお写真ご覧ください。スクリーンどうぞ<え>はい、3枚上がっております。<ー>中継の皆さんのために出しております。けれども、ね、物語が進むと。 龍瀬さんの髪型が微妙に変わっていきますと私なんか全然気づかなかったんですけれども、この指摘は龍瀬さん当たってますかはい当たってます当たっているどんな風に髪型が変わっているかあの明かりと出会って明かりとこう接していくうちに徐々に徐々に髪が短くなっていく短くというか目が見える目が見えるちょっとずついや吉高さんはそこのことは分かってましただんだん目が見えてきたてあ、そうですね今日は明るい気持ちで目が出てきて今日は心閉ざしてて目が 最初はこう人目に触れないようにこう誰からもこう目線が合わないようにっていうところからあのでも、あかりと出会ってあかりを見つめる目がどんどんやっぱ観客にも見えてくるっていうのをちょっと表現したくてまあもちろんタイトルにもねこう瞳が入りますんでそこの目の印象っていうのはすごい大事にしたいなとううントにね 極めつけのラストの海のシーンでございます。まあ明かりにルイと呼ばれて思い出の海で再会する二人の幸せのシーンでございますが、監督最後風車止まってるのが一つ動くのって気づきました皆さん気づいた？うんどういうことですか？一つ止まってるんですか？ええ気づいたかった？あのうち向こうから三番目が止まってるんですよ二人が出会う時はで最後はもう回ってるのえ？ 本当にいいってです。そのラストシーンで。監督そこの意図は。全然、あの、もう、ただただ、そのまま。撮ってただけなんですけど。偶然。偶然。だから、二人が、二人の最後のラストシーンに。回り、回り出したの。風車も。そう,そうそう。ってなったのかな。ー <laughs> やったー。テンション。だから。どんなテンション。やっぱり、映画の神って降りてくるんだなっていうね。はい。類の人生、動き始めるっていう。ね。 そんな風に皆さんは捉える方がやっぱりファンの方もいらしていやそこだけ深く皆さん見てらっしゃるということでございます、うん、今回は本当に最後の舞台演ーではないかということで師走になりました早くも、はい、師走の恒例、はいはい、今年の漢字を一足早くどこよりも先にやりたいと思っております、はい、では一斉にせーのドン<え> スタンスというかスタイルというかものがたくさんあったなと思って新しいやり方とか新しい世の中なんか時代の移り変わりの最中なのかなっていうような感じがして自分もその新しいものに置いてかれないようにしがみついていきたいなって。 皆さんは本当に平日のこの忙しい時にこんなたくさんの方がこの映画と同じこう時間と空間を共有しているっていうことにすごく感動していますしこんなにこうまたみんなにこう見守られてる映画なんだなって本当たくさんの方に愛してもらえる映画に出演できたことがとても嬉しいですし。 ね、また来たよあいつらって <laughs> 思われるぐらいこんなに舞台挨拶を重ねることもなかなかないのでこうやってまたこの映画で見終わった方たちとネタ笑い OK な環境で映画のことを話せることがすごく嬉しいですし、うん、もうもう最後だよねもう最後だと思いますよもうさすがにそうだよねあとは監督一人監督に、はい。 託します。僕たちの頑張ります。はい、はい、本当に皆さんこんなにたくさん長い間愛してくださってありがとうございます。もう嬉しいです。ありがとうございました。<ゃ> <laughs>